たーたたらたたたたたた。はるじで始めます、ベラユキです。今日もよろしくお願いします。びっくりしたね。ごめんね。久しぶりのね、ソファー価格でさせていただいてるんですけど、今回はこのソファーを生き返そうと思います。どういうことって思うかもしれないけど、僕の部屋ね、見た通りピンクベースになってるんですけど、物がピンクのもので溢れてるんですけど、ソファーがね、ちょっと色味が合わないんですよね。なんか色味が微妙だったんですよ。全体的にピンクのものが多い中、なんかちょっとこれだけ色が濃いというか、いいもん見つけました。それはこちら、じゃーん、ソファーカバーですね。これは今回 Amazon で買いました。ソファーカバーっていうのは、ソファーにね、もうかけるカバー。まあ名前通りなんですけど、無印とかニトリさんとかでも結構売ってます。ソファーってさ、使ってったら結構汚れるし、隙間とかにも入っちゃってゴミが取れなかったり、しかもソファーって洗えないじゃないですか。結構ソファーって毛とかで汚れちゃうんで、撮影前にこうやってコロコロで僕実は撮ってたんですよね。なんで今回ソファーカバーっていうものを購入させていただきました。これでね、このソファーの雰囲気をね、一新していこうと思います。頑張って YouTube 毎日投稿してますんで、チャンネル登録忘れずにお願いします。それでは紹介いくでー。おいしょー、よいしょ、よいしょ、ドーン。今回ピンク色を買いました。結構ピンク可愛くない？なんで僕がピンクが好きかっていうと、シンプルに可愛いからっていう感じですね。僕が買ったやつは他にもたくさんの色があるんで、よかったらチェックしてみてください。他にも気になったソファーカバー概要欄に載せておきますんで、よかったら見てね。しかもこれ2900円で買いました。めっちゃ安い。今回僕は2、3人掛けタイプのもので、ちゃんと膝掛け、ここをね、膝のところもカバーできるやつを選びました。じゃあつけてきましょうか。ほ、どんな感じ。おー、結構大きいね、やっぱり。なんかソファーって蒸れちゃったら嫌だなって思ったんで、蒸れづらいやつにしました。じゃあつけてきます。よいしょ。どうやるんやろこれ。ほほほ、合ってる合ってる、本当に合ってる。俺合ってない気もしなくもないよこれ。あ、いけた、いけてる、いけてるこれ。あ、あ、はい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 、よいしょ、できた。はい、できました。どうですか。なんか結構ね、違和感なく取り付けました。なんかカバーっていうことやからゴワゴワしちゃうんかなって思ってんけど、そんなことないね。でカバーつけることによって、ちょっと汚れたなって思ったらカバー外して洗えばいいかなって感じなんで、超便利かもしれん。僕とかね、結構髪の毛がこんだけ染めてるから切れやすいんですよ。でソファーにね、めっちゃついて取れないっていう、このソファーペット飼ってる人のソファーなんかなみたいな感じなん多いんやけど、それもね、洗えるからめっちゃいいかなって思いました。色変わるだけですごい雰囲気良くなるね。うん、なんかめっちゃいい。結構触り心地がめっちゃいいです。取り付け難しいかなって僕思ったんですけど、思ったより簡単でした。初めちょっとどっち向きにつけたらいいんやろうって思ったけど、これをつけるのに2分3分で終わりました。多分取り外しもね、めっちゃ簡単なんでおすすめです。デメリットがあるとしたら、ちょっと薄い、ちょっと薄いんで、奥の紺色が少し透けて見えちゃってる気がします。どう、みんな、みんな的にどう思う。まあ僕はそこまで気にしてないんですけど、ちょっとだけ透けてるんで、濃い色のソファーに明るい色のカバーをつけるとちょっと目立つ可能性もあるかなって思いました。まあこれは仕方がないよね。はい、今回ソファーカバーをつけてみました。 Amazon のリンクを概要欄に貼っておきますんで、よかったらチェックしてくださいね。皆さんも家にソファーがある方、カバーつけてなかったらこれを機会にカバーつけてみてください。まだまだ不慣れな YouTube チャンネルですけど、頑張って毎日投稿してますんで、チャンネル登録してない方は忘れずにお願いします。2月にね、毎日投稿を始めたんですけど、最近コメントもちびちびいただけるようになってきたんで、すごい嬉しいです。やっぱコメントもらえると頑張る源になります。ツイッターやってますんで、僕ツイッターでみんなとリップするのがすごい好きなんで、よかったらツイッターフォローしてください。本日はこの動画にやってくれて本当にありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。